はい、皆さんこんにちは。えー、留学のための試験や英語塾主催してます試験屋忍です。よろしくお願いします。えー、っと、あの、スピーキングのね、あの、答案とか、あの、まあチェックしているとですね、あの、やっぱり、あの、聞こえない単語、わかんない単語があるんですね。で、あの、まあ、スピーキングの回答の中範囲内なんで、まあ、おそらくこういう話をしているんだろうっていうのはね、わかんなくはないっていうこともあるんですけど、あの、まあ一般的な会話の中で、あの、これが出てきたんじゃなく、ちょっと困るなと。 いうことがありますあのおそらく多くの方は「えっと?」っとえとか言われたことありますよねきっとね。「Beg p a r w h a t you say?、ね」なんて言ったのとかいうことを言われたことがあると思うんですよ。であのその時にやっぱりあの考えなきゃいけないのは、えっと、発音が悪かったからあの伝わらなかったのを かどうかなんですね。えっとそういうお話をちょっとしようと思います。でですね、あ,のあるあのまあうんと討論の中で、えっと聞こえたのがですね、あのえっとラストイヤー、I went to the つっつっりとかいう <laughs> あのが聞こえました。で、えっと I went to the つり <laughs>、えっと、もうあのその時にもうどうしてもツリーにしか聞こえなかったですね。ツリーのはずがないじゃないですか、英語なんで。<laughs> あのけどもうあのあのツリー 釣りに行っったのっていうあのもうそれしか聞こえなくてですねあの、えー、っとでこのそのままずっと話が進むんですねあの道迷ったとかいう話でであの釣りに行って道迷うのかとか思いながらね釣りじゃでも釣りじゃないんだけどねと思いながらねあの聞くわけで結局どこに行ったんだろうと思ったんだけどあんまりよく分かんないっていうね、えー、っとそういうことになりますでですね、えー、っとで正解正解はですねあの Trip Trip 旅行に行ったんだそうですねであの ちょっっと難しかったですねああののでねあのこれなんで難しかったかっていうとですねこの trap の発音が悪かったんじゃもう全然ないんですよでこれねあの多くの人が間違えてしまっているのはあのこの状況を打破するために trap の,あの発音を良くしようと思って発音の勉強とかしちゃうんですね。あのトフルのためにその,その意味でねトフルを受けるためにあのトフルでそういうことをなくそうと思って発音の練習を、えー、している人これはですね方向が全く違うんですでこれやってるともうあのスコアが全然伸びないんですね。あのしかももうそののの発音のためだけに時間食っっちゃって他こということになるのであのよく考え直すということが必要ですね。 それでですねあのもう根本的にあの厳しかったのは何かというと「ですねラスト I w e ア t ウ o ンツーザ」っていうふ、ね、う風に「ウェンツーザ」って言って。 たとこなんですね「I went to」っていうふうに言われたらもう基本場所デスティネーションじゃないですか場所じゃないですかだからどの場所に行くかっていうのを私は必死的に想像するわけですよねっ Tokyo なのかとかさデパーメントストアなのか、えっと、そういう場所を想像するんですけどでそこで「釣り」って聞かれ聞こえたんですよねで何に行くんだろうどこに行くんだろうっていうことになるんですけど Trip は「 on a trip ですよ。go on a trip だから I went on a trip であれば、もしこの人が、ね、I went on I went on a trip ええっていうふうに言ってたとしたら。多分私は分かったと思います。あの went on a。 釣りだともうあのトリップじゃないですかそれってっていう感じになるんですねこれ皆さん今は今はトリップだと分かってて聞いてるからあいわゆるツーザツリでも分かんじゃないのとか思うでしょう分かんないんだよ急極あの、えっと、本当に日本語でもそうですよね外国人に急に質問とかされてあのちっちゃい湯が「ゆ」が大きい湯で「ゆ」で発音されて「自由」えー、とか言うってあのねえあの あの言われた時にまさか十って思わないじゃないですかあのそういうやつねあのそういう状況なんですねだから後でわかっ後で考えたらあれそうだよとかわかるんだけどその瞬間で問うとあの何のあのね予備知識もなくあの自由ですかとか言って言われるとやっぱりいそれは自由って何のことですかってなっちゃうわけですよね。 で、えっと、この人はですねあのど,うどういうふうにして解決するのかっていうとですね trip っていう発音をよくしてもしょうがないんですよね。あの逆に釣りのままでいいのであの例えばねあのなんか就職したらどうですかビジネス釣りとか day、ね、釣りとか overnight 釣りとか、えー、いうふうにして I business went, went, I went on 釣りもう完璧じゃないですか。 あるいは、デイトゥリとか言って、もう完璧じゃないですか。ね、であるいは、その次に場所を言ったらどうですか、えー、to, ?to a ski resort とか。ね、も,うもっと言うと、in central Japan とか。もう,もう完璧じゃないですか。ねあのー、そしたら、uh, Last week, last week I went to, I went to a ski r e o r t o ですよ <laughs>、ま。間違えてるからね。Uh, last week I went to a、uh, day、a、uh, to a ski resort in central japan とかいうふうに。言うんですね。うん、そしたらね、そこまで聞くと、あの、私は、または、聞いてる人は、何を思うか、何を思うか、何を考えてるかっていうと。もう、ski resort とか central japan しか、もう、聞こえてない、もう、フォーカスいってないんですよ。 何したんだろうとか思ってそこ聞くからでこの釣りは何だったんだろうとかもう全然もう抜けてるんですあのもういや何か言ったのに決まってるじゃないですかっていうことになるでしょだからもう釣りとかもうどうでもよくなっちゃったっていう感じなんですねそれがね「uh, Last week I went to the 釣り and fun?」とかなると この釣りってなんだよって感じになってしまうっていうことなんですよね。だからこの人があのあの釣りのところを trip っていう発音あのね trip っていう trip。 っていう発音をあのちゃんとマスターしたとしてもですよ、しても別の発音のところで同じような苦難をあの他のリスナーたちに与えてしまうこれ間違いないことですよね。あのなんですよだからあのもう発音をいちいちチェックチェックして潰していくとしてもやっぱりなかなかそのあの喋る時の癖 の方をクリアしないことにはあのせっかくの発音もあ,のあんまりね、えっと、役に立たないっていうことになってしまうっていうことなんです。で、えっと、この人どうやってあのクリアしたかっていうと例えば就職語句をつけて釣りだけで勝負しないようにするビジネス釣りというふうにしていくと大分しっかり聞こえてくるあるいは to a ski resort in central japan みたいな感じの,あのもうちょっとこうあの、えっと、スペシフィックな話をしていく ということなんです、ね、だからそ,のそんだけ、えっと、スキーリゾートのビジネストリップおかしいなまあいや、えっと、そこなとそういうたくさんつける可能性があるのにこの人は何を選択したかというと釣りだけでで勝負しよようと思ったんですよでこれでドーンと投げかけてくるわけですよ。 これは厳しいですよねだからあのここの発音をよくしようという話じゃなくてもう釣りどうでもいいんで、えっと、他のことをたくさんつけることで全体を表したいぜあの結局何だったのかをあの伝えていく。 ということですねその時にものすごくあの重要な働きをするのが固有名詞とかなんですよ。例えばセントルジョパンとか、またはまあ今回ちょっと違うけどスキーリゾートとか、または外国行ったっていうんであればあのワシントン DC とかいう言葉、この単語があるともう全くあの変わってきますよ。ね。あの、Last year I went to, I went to、uh, business to, uh, to uh, China. もうチャイナでもう完璧じゃないですか。 ははい、はいチャイナねっていうことでも我々のフォーカスはそこに行きますもう釣りなんていうのはも,もう構ってらんないからで中国でどうしたんですかっていう感じになっちゃうんですよねあのそうやってこう周りを固めるっていうのがあのとっても大事なんですねで、えっと、私は基本あの、まあ、トフル勉強してる人はですよあのもう発音は基本どうでもいいというあのスタンスなんですであのむしろそういういことじゃなくてあの この単語の周りをどうやって固めていくといいのかあのまたは実際にその単語が自分が聞いた時に知らない単語ね知らない単語が聞こえた時にあのなんか知らなかったけど知ってる感じになることになってます。 ね、リスニングとかでも何でもでその時にまたは人の答案人の回答を聞いた時に知らない単語をこの人が使っているのになんか自分としては全体が分かっちゃったっていうことになってそう,いうその時にこの人はどういうスキルをどういうテクニックを使ってあのこの単語知らない単語を自分がもうあのフォーカスをがずらしていく自分この単語だけに引きずられないようにどのようにしてこの人はた全体の意味を伝えてきたのかっていうことを学ぶっていうのが があのトフルを学んでいく時の一番大事なとまあ一番とは言いませんけどあの大きなあのポイントの一つなんですねあの発音、うん、にあの発音発音っていう人はどういう人かっていうと一個に頼って次だけで勝負しちゃおうっていう人なんですねあのこの発想をあのできるだけ早く捨ててもっとたくさんくっつける周りを充実させることでフォーカスをずらしていく比重を下げていくっていう感じ。 そういう意識でしゃべったり書いたりするとあのだいぶんあの、えっと、印象も違ってくると思います。